はい、それではね、ポータルナイツの続きをやっていこうと思います。あ、みどりさんいらっしゃいませ。前回から一応建物の外観はできましたね。拠点ね、まあそんな大した、もんじゃないんですけど、まあ最低限のねもの一応置いて、で2階は一応ねベッドとかをなんかちょっと監獄っぽいまだちょっと部品足りてないとこあるんですけど、はい、まあ一応ね作りました。まあで外に畑ね作って、飛び降りれるかなこれ、よし。そして、服もね一応ね作れるやつを作ってみました。エンチャントエンチャンターの、防具一式を作りました。ちょっと緑のね、お、こっちは見れるかも。お、ID さん復活しました。なんか調子悪い。ねえ、なんなんでしょうね。なんかね、それ。一応作ってみました。なんか接続人数が多かったりすると、あれかもしれないしね。大丈夫ですかね。よし。緑のね、全身衣装になって、マントだけなんかこんな。水色とストライプのしましま模様のこれになりました。はい、まあしばらくこれで進めようと思います。はい、畑ね、この人なんかちょうど働いてくれてるんでいいでしょ畑に配置するのにぴったりの NPC、はい、で、ちょっと進めていきましょうかね。せっかくなんでストーリーね、なんかあれがイベントが来てるな。オウムまみれ、まあ、オウム倒せばいい感じだよね。まあ、やっとこうか、一応やっとこうか。サクッ、一応移動しますね。じゃあよし、じゃあちょっと何エメラルドのオウムとアクアマリンのオウムとラピスラズリのオウム、オウムを3色とりあえず全部倒せと。この辺固まってるからもう一掃すればいいんじゃない。18、大丈夫なのか、大丈夫かな。結構レベル高いですね。倒せるか。もう雷の杖がね結構強いですよね。ああ囲まれてる。あと1匹だけなのに、こいつこいつこいつじゃない、これを倒す。違う違う、ちょっと多いし、あと猫が邪魔猫邪魔。あ、杖がもう弱ってた。よし、これでいい、 OK ですね。はい、うん、経験値入ったのかなこれ。今のとこ見れてます。うん、何なんでしょうね。だからね、よし、まあとりあえずイベントは達成したので、次どこ行こうかな。ここ行ってみましょうか。新しいバイオですよね。なんか多分雪の結晶なのかな、だから寒いところっぽいですけど、ちょっとここ行ってみましょう。よし、忘れられた雪原、うん、寒そうですね。パソコンで見てる人と携帯で見てる人と、お、なんかすごいな、雪かな。あ、これもしかして開口。あ、やった、これだ。絹の種、絹の種、カイコじゃないのか。え、これ植えるの、植えたらいいの。この種が自生する環境でのみ成長するっていうことは、この寒いところで植えないといけないってことか。あ、でもいっぱいありそうだから取れるだけ取っとこうかな。これを、絹があったらねもっといい服作れたんですけど、ここを先来るべきだったな。今夜っぽいですね。
これはなんだっけ、なんとかローズですよね。この種は一応ね手に入れたんで、今も畑で育ててるんです。あとはこれですね。じゃあこれをいっぱい集めていこう。あと鉱石はここはないのかな、ないっぽいかな。雪の世界綺麗ですね。これ、今夜だと思うんですけど、どうなんでしょうね。明るくなったらどうなるんでしょうね。また変わるのかな。一応家があるので入ってみます。うん、誰もいないぞ。穴開いてる。一応廃墟なのか。これオウムが来てるな。このタイ、これだけもらっていこうかな。誰もいないんだね。端っこか、あそこにポータルあるわ。これをじゃあ埋めちゃいましょう。黄色のポータル。これ、あ、ぎ、え？なんか置いてきちゃったかな、これ。1、2、3、4、5、6、3、18だから、あと5個か。もう1個あるんだよね、これね。よし、まあいいか。まあそのうち集まるかな。よし。よし。やっぱダメそう。諦めます。おやすみなさい。残念ですね。いけるかなっていう感じだったんですけど、ちょっと機嫌が悪いときは仕方ないですね。あそこにかけらがあるポータルストーン、なんかアイテム落ちてる。登れないぞ。登れた。よし、そこだね。それをまず開通させてしまいましょう。おっとっとっと、登れないの。まあでもそう、このなんていうのかな、このバイオームでしか育たないっていうことは、いろんな島に畑を作らないといけないってことですね。じゃあこのゲームはね、あと1個、ポータルを探しましょう。ここなんかあるのかな。地下はない。あ、あ、これ、そう、こういうやつですよね。これね、これ何回か見たことあるんで、かがり火、ヤシのロケット、大したもん入ってなかった。これでね、この椅子をもらって帰ったんです、この間ね。よし、出れるようにしときたいな。よいしょ、はい。うん。ホローナイツ。ああ、来たよ。こい、こい、と思ったんですけどね。こいつらってね、水に落としたら死ぬよね。死ぬよね。一回このトラップを作りたいんですけどね。倒すか。これは雷の方が効きそう。あ、効果、え？どういうこと？水に雷って効きそうだけどね。あ、効いてる効いてる効いてる。そうだよね。怪我は浅野の。よしよしよし。そうだね。水に雷がやっぱ効くな。強いな、この手。植えれるとこなら育つはずです。あ、なるほどなるほど。はい。よいしょ。その気候が合えば OK ってことですね。音楽がなんかいいですね、このね。ちょっと、寂しげな。あ、びっくりした。落ちるかと思った。よし。
ここは？ここは行ったとこかな。あ、ここ行ってないね。まだ日が残ってるから。ポータルがでも見つかる。なんか看板あるよ、ここ。この先は何もない、引き返せ。なんかあるでしょ、こんな。え、なんかあるでしょ、こんな。え？水？え？何これ？どういうことだ？イモムシはもういいや。はい。え？本当に何もないっていうオチですか、これ。ちょっと登れないぞ。よいしょ。登れない。よし。あ、看板。看板壊しちゃったな、結局。まあいいか。よし、クポンゴ、いて、いった、結構痛かった。危ね、痛い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 。追ってきてんの、追ってきてんのか。危ね。よし、こういうのは一方的にね、やっつけた方がいいです。効果なし。これガードするんだね。ガードっていうか、凍らして守るのか。見よう、イモムシはいいや。あ、塔2つあるのか、これ。ここ上は何もないよね。この下かな。おお、びっくりした。なんかいる。見張り番ある。止まれ、うん、確かに止まらなかったな。最近死の兵士が目につく、間引きに協力してくれないか、うん、まあいいでしょう。はい、じゃあ行ってきます。また下に多分来てくれるんだよね、倒したらね。死の兵士って骸骨だよね。倒していきましょう。あ、5体倒すって書いてあるな。よし、こいつね。まあ大丈夫でしょ。こいつは属性ないから、特に、火力高いやつでやればいい感じだよね。ここもう一匹いるよ。よし、この火のやつちょっとね、欲しいんで持っていきましょう。かがり火。よし、あとろうそくね。これいろいろね、こうやってダンジョンで、物を持って帰って、自宅でね、使えるんですよ。建材をこう集めていけば。あと今2体ね。あ、ゲートあったけど、まだ2体しか倒してないぞ。檻とかね、こういうところになんか動物が囚われてたりするんですね。今はここにはいなかったですけど、まあじゃあこれ、うん、どうしようかな。まあじゃあこれ開通させとくか。よいしょ。5。これで一応開通したので、
これはここはもう来ないから、こういうのをちょっともらっていきましょう。どうしようかなと。じゃあ骸骨、せっかくクエストあるんでそれだけ倒しちゃおうかな。ここにはいなさそうだね。もうこの下なんかあるな。あ、ここの下があるぞ。ここ行っちゃおう。見つけてよかった。あと3匹。よし、あと2匹。あ、なんかいる。これ何？ほらこんな感じで囚われてるんですよ。なんかちょっと気持ち悪いな。これなんだろう。一応解放してあげましょうか。フクロウか。あー、なるほどね。フクロウ飛ぶ？こうか。どこだ？これ？白袋いいですね。ちょっと一回装備してみますね。装備するとこうやって袋近づいてくると、うん、これどうなんだろうな。どっちがいいだろうな。猫か袋。視界にすごい入ってきそう。なんかさ、ここな、え、どうなってんのここ。これだけか、これだけか、これだけだったのか。じゃあちょっと一回戻ろう。はい。あと下なんかあるんかな。ここ行き止まりで、ゲートでしょ。で、骸骨あと2匹倒したいんだけど。いないね。このダンジョンにはいないのかも。ちょっと他で倒してこないといけない。どこだ。あの高台の上にもなんかあるね。あそこ。あそこだけちょっと行ってみようか。よしよし。ここにいたよね。よし、上出来だ。君はいつか立派な見張り番になるだろう。これが報酬だ、うん、なんかもらえた。あ、レベル上がった。やった。よし、こうレベルもなんか淡々と上がってくれるんでありがたいですね。どっちだったっけ。こっちの方に高台があったかな。あそこ、そうそうそう、奥、あの奥ね。あそこちょっといっぺん行ってみましょう。お、なんかちょっと離れてるな。でもすごい、ちょっと足元見ながら。よし、登れる。一個手前からのことへ。うん、何ここ、なんかクラゲみたいなの置いてんな。あれなんだろうね。水に入ったらやられそうだよね。なんか誰かいるかな。これ人がいたらいいけど誰もいない。これだけか。あ、宝箱があった。これだけか。ポータルストーンのかけらと鉄鉱石。まあまあこんなもんなのかな。ちょっとクラゲだけ一回倒しとこうか。
よし。どこにいる？これブルースナッパー。雷が効きそう。陸地には上がらなさそうだよね。この魚の形してるから。浮いてきた。あ、なんだよ。酸素か。びっくりした。あと、なんかクラゲみたいにいたよね。あれ？いなかった？暗いからちょっとわかりにくいな。あ、あそこにいる。あれあれ。あれ敵？ビリビリゼリー。あ、なんだ。なんだっけ？エアポーション。エアポーションって水中呼吸かな。空気だもんね。エアポーション。どれだ？レシピ。あ、これか。これちょっと使ってみよう。これ1個だけだからいいや。もういいね。絹もまあまあ集まりましたね。よし、これアンロック済みだったちょっと待って覚えてないぞ。アンロックしたのいつの間に撮ってた。あ、これか。酸素を30回復する。あ、水のエッセンスで作れるんだ。いつの間にアンロックしてたんだ。これ全然知らないぞ。2分間プレイヤーを追尾する緑の魔法の光。これ何に使うんだろうね。プレイヤーを追尾する緑の光。明かり？明かり代わりになるのかな。まあ、またちょっといろいろ試してみましょうかね。全然使ってないもんな、この辺。よし。まあ、じゃあ、2つできましたね。バイオーム的には、キノコのとこと、このヤシのところだよね。あともうでもここ行ってこう行ったらこう、ここまで行ったらボスだもんね。早いね。なんていうの？最短で行けば、もうそのコースで行けそう。まあ一応ね、全部エリア開拓してから進めようかなとは思うんですけど。結構まだあるもんね。次はじゃあこの辺行ってみましょうか。よし。まあ、いっぺんじゃあちょっと、拠点に帰りましょう。帰ってまいりました。ここではさすがに絹は植えられないよね。一応試してみるか。あ、でもこっちは植えられるんだよね。この雪の花みたいな。アイスローズ。これはいけるんだね。これちょっと植えてみようか。こうじゃないわ。これはもういらないね。これ。あ、いけるんだ。あ、そうなんだ。これ育つ？普通に。植えられるとこなら育つはずって言ってあったもんね、さっき。いけるのかな。ちょっと植えて試してみましょうか。またこれもそうだね。よし。まあ最悪また先の島に取りに行けばいいからね。よし。いっぱい取れたもんな。なんかこのさらに上位の装備を作ろうと思ったらこの絹がたくさんいるので、いっぱい作っときたいんですよね。よし。もう全部植えちゃおう。4つか。まあこんなもんでいいでしょう。よし。そし
たら、取ってきた分だけ一応絹の布に変えちゃおうかな。8個もいるのこれ。つったら5個しかできないよ。結構取ったのに5個にしかない。素材集めだんだんまずくなっていくなこれ。ひどいな。作れるやつあるかな。この辺だね。サファイアまだ手に入れてないもんね。あ、手に入ってる。あ、でもサファイア自体は見つけてないもんな。こっちですね。今度はじゃあサファイアを探しに行きましょうかね。クォーツとこんな感じか。よしよしよし。ではまあね、今日のところはこんなもんで、ちょっと頭フォーク外しとこう。よし。それではね、今日のところはこの辺で、終わりにしておきます。またね、次回続きやっていきますので、よかったらね、見に来てください。では、終わっておきます。お疲れ様でした。